お越しくださいましたそれでは改めてご紹介させていただきますまず本日ハイアール20周年ということで新成人を迎えられました山内すずさんですよろしくお願いします山内です <laughs> そして料理本を出されたり料理番組に出演されたりと料理や家事もこなす杉浦太陽さんですよろしくお願いします太陽です そして育児や家事の傍ら、テレビやイベントにご出演。YouTube ではハイアールの洗濯機をお母様にプレゼントされていらっしゃいました辻のぞみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではお三方、本日はどうぞ楽しいトークをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますさてメディアの皆様に改めてのお願いでございます。これより フォトセッションまでの間、フラッシュの使用はお控えください。よろしくお願いいたします。さあ、ではまずは山内さん、はい、新成人を迎えられましたおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。新成人です。ありがとうございますね。おめでたい席に、はい、またこのハイアールも20周年ということで本日お越しいただきましたが、もう。 皆様ご覧の通り素敵な振袖でのご登場でございます <laughs> ありがとうございますお召しになられたご感想いただけますか そうですねやっぱり今年は成人の年ということでいろいろと振り袖を着させていただいてるんですけどやっぱりちょっといつもより気が引き締まるというかそうですよピシッとしますねはいそんなピシッとされている山口さんですけれども <laughs> では杉浦さんちょっと隣でこの山口さんの振り袖姿あてやかですがです、ね、いかがですかいや本当もうあの娘の年齢なので僕が二十歳の時に授かったらこうなってるわけですもんね<え>そうですねはい、いやでもねやっぱこう いいですね成人式を迎えて大人になりましたっていうオーラがすごい伝わってきます, <laughs> すお似合いです。でも今あの娘の年代だというふうにおっしゃられましたけれども、はい、辻さんちょっと気は早いかもしれませんが、はい、娘さんのまあ成人式の横縁主じゃないんですけれどもこんな振り袖姿の素敵な山口さんを目にされてご感想いかがでしょうか。そうですねあのちょっと系統がうちの娘と似てるので,す似てるんですなんか本当に、えー なんかこう我が子のような感覚で今ちょっと見ちゃってる自分身長も同じぐらいでねなんかそう、ね、すごく似ていて。 もうそろそろうちも来るのかなとかちょっと想像しながら見ちゃいましたうちら娘もね鈴ちゃん鈴ちゃん言ってるからそうなんですうもだか5、6年経ったらこうなるわけいやそうなんですよねういういしくていいですねうるうるの予行演もしていただいても大丈夫ですようるうるの予行演習ではそんな皆さんなんですけれどもここでハイアール20周年と同じく20歳になられた山内さんですねなんとハイアールより 本日限りの広報部新米広報担当任命させていただきたいのですがお引き受けいただけますでしょうかもちろん私で受ければありがとうございます,いますでは就任記念といたしまして、はい、山内さんにハイアールの名刺を授与させていただきます犬、うん、井さんお願いいたします 山の内鈴殿、はい、あなたをハイアールジャパンセールス株式会社の広報部新米広報担当に任命いたしますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでは少し前にお越しいただきまして井上、はいえー、さんよりハイアールの名刺を授与させていただきます、はい、どうぞお受け取りくださいでは中央に向かってですね少しお写真の時間を取らせていただきますので、はい、皆様笑顔でお願いいたします では、お二方視線を。左側に少し寄っていただけますか。はい、では続いて右側もお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。では、井上さん、ありがとうございました。 ありがとうございます。では山之内さんに名刺をお持ちいただいて、はい、あのま,、はい、またの位置にお戻りいただきましょう。ありがとうございます。さあ、では改めて山之内さん、はい、広報部新米広報担当に就任されました。お気持ちをお聞かせください。そうですね。やっぱり私と同じ20周年ということで、本日のイベントでたくさん魅力を伝えられたらなっていうのと、私も改めて。 魅力を知れたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では辻さん、はい、あの広報部の新米広報担当に就任された山のうさんに、はい、ちょっと人生の先輩として何か一つエールをいただけないでしょうか、はい。<laughs> 人生の先輩としてね。<laughs> なんか自分がそういう立場になってるってことがちょっと本当に何かこう改めて痛感してるんですけども、え <laughs> でも本当にあのー、まあ、若さの可愛さと本当笑顔と大きな声と あのー <laughs> 素敵な声であのー、ハキハキと頑張って欲しいなと思います。わかります。堅ってことはない。そうです。もう私のところの立ち位置をはい譲ります。<laughs> 今までや若さ担当だったわけね。それをもう譲ると。もう譲ります。<laughs> もう頑張ります。<laughs> でも譲られた阿武の子さん。 ひゃことエルのお礼と言いますか。をそうですね。はい。いや、本当に、そんな、ね、辻さんの立場なんて、私なんかにはね、まだまだ、あれですけど。あの、せっかく応援していただいたので、もっとハキハキ元気に。<laughs> 頑張ります。<laughs> はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はきはき元気に、大きな声で、はい、ハイアールの魅力を広めていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは。 山の内さんの名刺を持った姿ご覧いただきましたけれどもここでちょっとはいお控えさせていただきますね、うん、ありがとうございましたさあ20歳になられた山内さんに一つお伺いしたいと思います、はい、何か新しい変化やこれから挑戦してみたいことなどございますか そうですねやっぱりこう大人になったということで結構、やっぱりこう関わる方だったりだとか行く環境だったりもいろいろ変わってくるとは思うんですけどあのちゃんと自分からいろんな人と喋れるようになりたいなっていうふうに今まではあまりお得意ではなかったんですか。そうでですすね東京に来てもう3年経つんですけど 本当に喋れる人が全然いなくてずっと休みの日は家にこもっちゃってたんでせっかくだからちゃんと新しい友達だったり知り合いをたくさん作りたいなって意気込んではいます。<laughs> そうなんですね、はい、なんかすごくあのとても元気で爽やかなねイメージですよねだからすごく人と話すの得意なのかなと思ってたんですがこれからのそうですね友達をたくさん作りたいです <laughs> ぜひ作っていただきたいと思います頑張りますでは杉浦さんにも20歳の時をちょっと思い出していただいて、はい、<laughs> 20年前ですけど大丈夫ですか <laughs> ちょっと思い出していただけますかはい<ー>僕の20歳の頃は ちょうど絶賛ウルトラマンの撮影中で、毎日変身しておりまして、でも本当にやっぱこうハタチっていうのは責任感も生まれるし、僕の中でもやっぱウルトラマンはあのターニングポイントでもあったので、スーゃャもハタ歳のこのターニングポイント、いろんなことを経験すると思うんで、もう全部吸収して全部プラスに持っていってほしいです。すごいもう重みのある言葉で、<laughs> いい意味で変身してください。変身します。<laughs> 応援してます。ありがとうございます。ます変身楽しみですね。<laughs> では、辻さんにもお伺いしますが、はい、二十、まあ、歳の時に、えー、ご出産を経験されたんですよね。そうですね。私はもう二十歳の成人式の時は絶賛、もう育児をしていたので。<laughs> えー、あの、振袖は着れなかったんですけど。えー、そう、だからすごいなんか、本当に。ちょっと羨まし羨ましさもあり。 なんか本当になんかこういいななって <laughs> そうなんです振、ね、<れ>り袖は、うん、あの改めて別の機会にとかそういうこともされずにわー、えー、とできなかったですあでもちょっとあの本の撮影ですごく何年か経ってからなんですけど着させてはもらいましたそうなんですね、はい、その着た時の感想とか覚えていらっしゃいますかいやでもやっぱり嬉しいですよね何年経ってもいくつになってもやっぱりこういう振り袖を着れるっていうのは。 やっっっぱり本当女性にととては嬉しいことなので、うん、そっかすーちゃんの今の時期にはもう「ノン」が子供を抱いてたってことかそうそうそうでもその時はまだガラケーだったんですよ、はい、だったのでまだ自分で写真を撮るっていうのもなかなかできなかったんですけどぜひ本当に今の時代だからこそたくさん写真撮って。 なんか思い出に残してほしいなって思いますそうですね写真いっぱい撮られてますかそうですねなんかお仕事で撮っていただいた写真はたくさんあるんですけど意外とプライベートで撮ってないなって思ったのでちゃんと写真に残しますお越しくださいまだ一つアドバイスが人生の先輩からね大事な先輩からいただきましたがでは家事や育児そしてまあお仕事もですね 本当に多忙な毎日を過ごされている山之内さん20歳になられてまたちょっとこう生活の面でもお話を伺っていきたいと思うんですけれどもちなみに家事などは山ささんはされますすかそうですね私ももう東京に来て3年間ずっと1人暮らしなので家事は全部やってるんですけど特にこのちょうどコロナ禍に入って皆さんが料理にハマり始めた時期に一緒にハマって。 そこから今も続いてるので、料理だけはちゃんと好きになれたかなとはな、ね。は <laughs> 思います。はい。特に得意な料理とかあるんですか?餃<子>。餃子。餃子 <laughs> <ー>。餃子だけは本当にありえない量を毎回作って。自分で。 何か、ね、んかて100個ぐらい作って全部冷凍するああ<ー> <laughs> <う>保存食として使うのかそうなんですよだからこんすにいろんなバッカ食べてますね、うん、<laughs> でもたくさん作っておくとおついさん便利ですよねめちゃめちゃ便利です,です、ね、本当にそれこそもうファイアルの冷蔵庫だって <laughs> もう本当に保存保存が大事なのですごい感心しました。でですね、うん、ではちょっと逆に まあの,ハイアルの新米広報担当として、はい、この家事ちょっと苦手なんだよなっていうのがあれば教えてください私本当基本的にお,お片付けとかがあんまり得意じゃないんですけどやっぱりご飯作るのは好きやけど洗い物するのは好きくなかったり洗濯物とかもちょっと溜まっちゃったりいろいろまだ不安なところはたくさんありますね。ななるほどじゃあ今日その不安ちょっと解消ししたたくいいいでですすかや隣に 人生の先輩がいらっしゃいますので <laughs> ちょっと教えていただきたくないですかそうですねぜひですよね、はい、では杉浦さんも辻さんもご協力いただけますでしょうかぜひはい、はいはい、ありがとうございますではここからは、えー、山の内すずの家事のお悩み相談と題しまして、えー、杉浦辻夫妻に山の内さんが抱えている家事にまつわるお悩みに対してまあ実体験をもとに まあ的確に <laughs> 時にはちょっと厳しくアドバイスいただけたらと思っておりますでは山内さん一、はい、つ目のお悩みをお願いします、えー、こちらです、えー、洗濯物が溜まってしまうなるほど、あのー、やっぱりこう後でいいや後でいいやになって気づいたらあやばいタオルがない <laughs> みたいな <laughs> 状況にこの3年経ってもまだなってるなっていうのでうどうしたもんかなとは ずっと思ってますついつい後回しにしてしまうということですかそうですね、面倒くさがっちゃう、一、はあ、人だけの量だからこそっていうのもきっとあると思いますし、着、はい、いたら洗濯かごがパンパンになってますね。では、この質問には、まずは辻さんお願いできますか、はい、そうですね、まあそう、私の家もやっぱり量が逆に多いので、た溜まってしまうっていうのは分かるんですけど。 でも私はその溜まってしまったものを後で倍になって返ってくるのが嫌なのでもう常にやっぱりこう回してはいてでそれをやるスイッチっていうのが私は好きな匂いの柔軟剤をこうなんだろうその時にこう合わせて買ってみたりとかちょっと気分によって匂いを変えてみたりとかするとなんかこうちょっと自然と楽しくなったりとかしてくるので。 それは本当にお勧めだなと思います。なるほど。そうですね。やっぱりなんか楽しみを見つけるっていうのは大事かも。そう、なんか開けた時にいい匂いがふわってくると、なんかやったった感。っていう確かに、なんか気持ちがいって。そうそうそう。巻き回ります。やってみてください。ちなみにこういう系の香りが好きっていうの山梨さんあるんですか。甘い香りが好きです。なんか結構、なんだろう。 甘ったるいぐらい甘いのがいいかもしれないです。辻さんのお好みの香りは、私はシャボン系が好きですね。石鹸の香りとか。結構何種類かストック置いてあるよね。そう、だから本当に気分によってあのガラッと変えたりとかもしますね。でもそうでもしないともう毎日やることなので、もう本当にもう一日何回回すんだっけ？一日五回六回は回してます。そんなに。フルマンパンで。そうだからそれを。 回さないでいると、もう足の踏み場もなくなっちゃうし、<laughs> 確かにそうなんです。<laughs> え、それだけ大量にあるのか、杉浦さんもお手伝いとかは？僕ですか洗濯に関してはも妻のリズムがあるので<ー>、このなんすかこうカゴにちゃんと入れて、<はい S 2> あと裏表直したりとか、<はい S 2> あの <はい S 2> 常に回っているの洗濯機が、はい。すごい。<か> <laughs> <laughs> なかなかやっぱこう。 洗濯機の寿命も短くなっちゃうので。そうですね。なんせ子供たちが脱いだら、もう脱ぎっぱなしとか結構あるから。<れ>はい、ね、そっちをちゃんと綺麗にさせてますね。でもちゃんとそうやって、こう息の合った助け合いと言いますかね、うん。 素敵,ね、素敵ですよね、はい、そこはちょっと、あの山口さんは違いますけど逆に一人だとね一人分だからね、<laughs> うん、ちょっとだから一家ってなっちゃうもんねそうなんですよ、うん、自分の中のリズムはちゃんと見つけて好きな香りをたくさん集めたいと思います,そ,す、ね、いそれ大事ですはい。ありがとうございます、はいえー、さて、えー、先ほどもちょっとご案内させていただいたんですけれども、はい、辻さん。 はい、以前、YouTube ご自身の、はい、チャンネルの中で、はい、お母様にハイアールの洗濯機をプレゼントされたんですよね。私もちょっと拝見しましたけれどもすごいい喜ばれてめちゃめちゃいいんですよ。はい、あの本当に私、辻家って1 6 0ンチ以下で成り立ってる家族なんですけど父も1578ぐらいしかなくて。 あの洗濯機ってやっぱり背が小さいと奥のものがやっぱ取りづらかったりとかするんですけど本当にあのロ,ーロ,ーロ,ーローデザインになっているので本当あの女の方でもすごく簡単に取り出しやすかったりとかあとボタンがすごい少なかったんです私がその選んだ洗濯機は。なのであの、まあ 年配の方だったりとか、本当に子供でも簡単にできるぐらいの洗濯機で、うん、あともう柔軟剤とか入れるところも手前にあったりとかしてて、本当にすごく良かったです、えー。使いこなしていただいてありがとうございます。す、はい、<laughs> いません、皆 <laughs> さんもぜひチェックなさってみてください。そうですね、ぜひチェックさせていただきま <laughs>、はいですね,ね。もう <laughs> ありがとうございました。では続いて2つ目のお悩みに参りましょうか。 では、はい、山野内さん次のお悩みお願いしますはいこちらです料理のレパートリーを増やしたいお<ー>私がお<っ>多分自炊を始めて2年経たないくらいなんですけど、はい、一通りこうがっといろいろ作ってみてそしたらもうなんかそこからはあんまりレパートリーが増えないというか,かいつも結局似たり寄ったりな料理が最近多いなっていうのがちょっと最近の悩みですねなるほどお好きで いいつもされるからこその次の次悩みっていう感じですすねそうでではこれにはやはりご自身で料理本を出すほどの杉浦さんですか何、はい、か,かこうレパートリー増やす時のまあ秘訣といいますかす、ね、秘訣は結構置き換え料理とかいいんじゃないですか<う>肉じゃがだったらじゃがいもじゃなくて里芋を使ったりとかなるほどそう同じ定番メニューでも何か芋だったら違う芋葉野菜だったら 違うハヤサに変えたりとかすると、意外と味変わって美味しいとかだったりもするし、えー、鶏肉をなんかこう違う肉に変えたりとか、結構置き換え料理って楽しくて新しい発見があって、結構好きかもしれないです。<は>すごいなんかすごい、はい、考えたことなかったです。<laughs> 新しい発見。<laughs> <laughs> でもストック系だったらやっぱ僕杉垣だとパスタ担当なんですけど、うん、あのトマトソースとか作ったら結構あの保存できたりするから、<ー>パスタソースをこう大量に作って好きな時に。 パスタ湯がいて作ったりとかすると冷凍庫にパスタいろんなトマトソースクリームソースオイリー系とか,かいろいろ置いといたらなんか保存も効くし、うん、今日の気分でこうパスタの色を変えるみたいないいですね忙しい時でも食べれますし飲、うん <laughs> ノンなんかもね <laughs> トマトソース作ったらハンバーグか。 あそうそうそう,そう煮込みハンバーグ。<あ>逆にハンバーグを作ってもうつしてミートソースにしますね。なるほど。今日はトマト煮込みハンバーグ。次の日はそこにパスタを入れてこうトマトパスタを作るいい。いいですね。余り物をアレンジ系でうんいかがでしょうか。一人暮らしやしやっぱちょっと一回。 量を作ってもなんか同じのを毎回毎回食べたりっていうのになっちゃって、うん、ちょっとずつちょっとずつアレンジして頑張りますありがとうございます山田さん今頭の中にいろいろレパートリー広がりましたかそうですね確かにこれはあれに使えるなみたいなのもあるので早速実践したいと思いますぜひ、うん、試してみてください、はい、そしてですね実はハイアール商品の中にも料理のレパートリーを増やすおすすめの製品がございますのでちょっとここで紹介させてくださいえ、こちらスクリーンに出ておりますのが ホットデリという無水かき混ぜ自動調理器でございます1台で煮る炒めるゆでる蒸す低温調理やチャーハンパンケーキを焼くなどなどなんと90種類もの多彩なメニューの自動調理が可能という優れものなんですねバリエーションを増やすのはもちろんのこと楽ちんでおいしく調理することができるんですよ低温調理いい、うん いかがですか、村さん。こういったホットデリーのような商品ってご存知でしたか？でもこういうのがあるとあのサラダチキンを作ったりとか、自分のやつを手作りでできるっていいよね。私これホワイトデーのお返しこれで。今年のどうですか？ありがとうございます。あじゃあ決まったの逆にめちゃめちゃ欲しいんです。ね、うん。チョコもらったお返しこれあげなきゃ。いやでも本当にこれでますますあの杉浦辻家の ご飯が、うん、美味しく簡単にこういうのがあると家族のおかずが一品必ず増えるんで、うん、あのコンロが一つ開くんですよ確かに三<ー>口じゃ足んないんですよ <laughs> <laughs> なるほどめちゃめちゃいいでもスズちゃんみたいにね一人暮らしの人でもなんかすごく良さそうですよねセットしていけば帰ってきたらできてる、ね、最高ですねなんかこうこの一個でいろんなことができるからこういろんな やつを集めなくていいというか、一人暮らしやし、そのスペースもそんなにないのでスーちゃんの関西弁に俺めっちゃつられてきたんやけどやばいな戻ってきた俺いろんな使い方がありますね、スペ小スペースにもできるしコンロ一口開ける使い方もできますしねすごい便利ですね、普通にめちゃくちゃ欲しいですこぜひぜひ使ってみてくださいちなみにあのトレイなどを使って一つ、一台で二つの料理を作れたりとかいろいろありますのでぜてくださってみてください あでは、ちょっと辻さんにえお料理のアドバイスをまあ締めくくりにいただきたいと思うんですけれどもあの家事の中でもまあ洗濯もねずっとされてますけれどもお料理の,この成長ぶり皆さんもよくご存知だと思いますのでそのお成長された今では料理が得意な辻さんから山田さんに料理のまあ技術テクニック何か1つお願いします。えー えーそうだなでも本当に今の時代あのこうやってボタン1つで何かおいしいご飯を作ってくれる時代なのでどんどん本当に1人暮らしの方もこうやって子供がいる大変なお母さんだったりとかももうどん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 いろんな素敵な機会に頼っていいんだなっていうのは本当に思い始めたのでうんそうだなだからもう包丁とか <laughs> いらない。<laughs> 包丁 <laughs> はいいやもうそう本当に火を使わずにできたりとかいう時代なので、うんうん、もうそういうところに頼っていいのかなって思います<え>しかもすずちゃんも忙しいし確かにでもなんか時間を買うっていう,うん、うん、そういうことだ、ね、すごい大事やなって最近ちょっとずつ思ってきました、うんうん、だから90食 あるんですよねレパートリーだから多分私90色あのあれ持ってるよレシピ持ってるよって言えるじゃないですか,確かにあとはこれやってくれてる間に選択すればいい。<laughs> <laughs> 確かに時間の有効活用ができるかな <laughs> 確,確かにその通りです <laughs>、うん、やはりねこういった商品は本当にありがたいですねありがたいですね本当にいただきたいと思います<当>そしてもう一つ便利な商品といたしまして最近おうち時間が増えましたのでご家庭でたくさん調理して先ほど餃子の話もございました<は>いえ買い溜めの食材なども冷凍庫にたくさん入ってパンパンっていうお話をよく伺いますけれども土地さんご家庭の冷凍庫事情はいかがですかうちですかはい うちは冷凍庫別で。 ありますね今そうでもないとちょっと普通の家庭用だと、えー、パンパンになるん一瞬でパンパンになるさすが先端をいかれてらっしゃいますねこのセカンド冷凍庫今求めになられる消費者の方が増えていらっしゃるそうでして、はい、ハイヤールではアニバーサリーモデルとして冷凍庫三機種発表させていただきました、えー、杉浦さんやっぱり冷凍庫もう一個あると相当そうなんですよ用途が違うんですよねすぐお弁当とかで使うものと、えー、ちょっとこう来月ぐらいに食べようかなって となんかこう違うじゃないですか。だからこうセカンド冷凍庫、本当にあの大事です。<laughs> うん、はい、ぜひみんなやってほしい。ぜひこの。三機種気になりますね。ね、も気になる。三機種チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、さあ、山口さん。はい、えー。杉浦さん、そして辻さんからいろいろとアドバイスいただきましたけれども、参考になりましたでしょうか。めちゃくちゃ参考になりました。もう今日から早速実践させて,いただき <laughs> て,てください <laughs>。 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。え一人暮らしもまた一段と便利に楽しく過ごしていただけるようでございます。えー、杉浦さん、辻さんもお答えいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あしたさあまだまだお話を伺っていきたいところではございますが、残念ながらお時間が近づいてしまいましたので、締めくくりに皆様に一言ずつお願いしたいと存じます。まずは杉浦さんお願いします。はい。はい 改めましてハイアール20周年おめでとうございますやっぱこの20年ということでねあのすごい進化を遂げてきたと思うんですけれども本当にもうハイアールにねいろいろ妻も言いましたが頼っていいと思いますやっぱ少しでもね生活が楽になればいいと思いますしこの20周年まあ僕もウルトラマン20周年なんでちょっと感慨深いところありますけれども本当になんかおめでたいことなので今後もハイアール応援してますどうもありがとうございましたありがとうございますでは続いて辻さんお願いします、はい はい、私からもちょっと、ハイアール2 0周年、おめでとうございます。えー、とそうですね、本当にあの今日のイベントで私も改めて、すごく素敵なアイテムがアハイアールさんから出てるということで、まあ、本当、冷凍庫もそうですし、さっきの,あの調理器具だったりとかも、あの改めて、すごく今、私にすぐに欲しいアイテムだなと思ったので、あのこれを見て、ちょっと気になる方はぜひね、チェックしてみてほしいなと思います、はいありがとうございまますはあありりががととううごござざしたいます。 では広報部新米広報担当山梨さんお願いいたします、はい。改めてハイアル20周年おめでとうございます。えー、本当になんか私も今見てて本当全部欲しいなって思いましたし、あのこれから新生活が始まる方だとかもなんかこうハイアルさんの商品1個持ってればすごく生活が少し楽になるんじゃないかなと思う。 思いました。あの本当に 20, 周年20年ずっと愛されているハイアールさんと同じように私もこれから先ももっとハイアールさんと一緒に10年、20年元気に楽しくお仕事させていただけたらなと思っておりまます。あありりががととううごござざいいした。ます。 さあそれではこの後フォトセッションに再びご登壇いただきますが準備がございますので一旦ゲストの皆様ご講談となります。どうぞ拍手でお送りいただければと存じます。山内鈴様、杉浦太陽様、辻のぞみ様でした。ありがとうございました。